はい、皆さんこんにちは。プロゴルファー横田慎一です、今回のテーマこれです。じゃじゃん、アプローチプスです。まあ何を隠そうと言いますか、まあ隠してもいないんですけど、僕は結構アプローチプスにかかりました。まあどういうシチュエーションが苦手かというと、何でもない、いわゆる花道というアプローチです。もうちょこんと、ね、打つだけの、いわゆる、こう、一番優しいところですね、という解説者が言うアプローチですね。手前の。どこが優しいんだよって、そんなの簡単に言わないでくれるって思っちゃうんですけれど、まあ、いわゆるそういうところです。まあ、僕はですね、実はこれちょっと自慢なんですけど、日本ツアーの記録でもあるんですけれど、アメリカの PGA ツアーでもその記録破られてないと思うんですけど、83ホール連続のボギー記録っていうのがあるんですね。で、まあなんかアメリカのシニアツアーで97ホールのボギーっていうのがあるらしいんですけれども、まあとりあえずそういう記録を僕日本で持ってまして、まあ4日間だと72ホールですけど、まあ、83ホールって言うと、まあアコムの、アコムインターナショナルから全日空オープンまでのなんか、とこで、僕はその時意識はしてなかったんですけれど、まあそのくらい僕アプローチうまかったんですね。で、まあある時、まあ徐々にと言いますかですね、まあアプローチがこう、ヘッドがこう、降りないっていうかね、なんか、もうダフりたくない、トップしたくないみたいな感じになって、ヘッドが降りてこないんですね、あんまり。で、まあ、カラーからの、ほんの何気ないアプローチが全然うまくいかなくてですね。まあ、当てることだけに精一杯。なんとなく僕は当たるんですけれど、そうすると当たると届かないわけです。全然届かないわけですよね。で、まあ、かなりいろんな先輩プロに、ほぼ全員に教わりました。まあ、何歳ぐらいですかね。どうでしょう。まだ20代の頃ですかね。まあきっかけはその、まあ、昔は全然そういうのはなかったんですけど、まあ、グリップですかね。その何のチームの合宿で、お前のグリップはクソ握りって言うんだよって言われてですね、こういう、ね、親指が長いグリップを否定されて、こういうグリップ、フィンガーグリップに変えて、まあ、それからちょっとヘッドが落っこちちゃうようになって、それで、アプローチプスになってた。で、いろんな先輩プロに教わりました。みんな何言ったかっていうと、いろんなことを教えてくれました。例えば、中島恒幸さんなんかは、もう、ボールを見に行っちゃえよと。その時デビッド・デュバルが活躍したんで、もうデュバルみたいに、もうヘッドアップしちゃえよ。なるほど。で、ある違うプロは、いや、ヘッドアップしてるから、ヘッドが寝ちゃってダフるんじゃない？ボールよく見たら？なるほど。確かに。まあ、それはそれでよくわかるし、ヘッドアップしろっていうのも、フォローサイドの抜けが、こう、良くなりますからね。まあ、それもそれでよくわかる。で、誰やったかな？今の方、誰かは、膝を止めろってですね。で、膝を止めれば、こう、いいんだと。で、こう、女子プロっていうか、こうね、あんまり男子みたいにこういうふうにやらずに、まあ、パターみたいに、こう、女子プロっぽくこう、打っていった方がいいんじゃないか。膝を止めて打っていった方がいいんじゃないか。そしたら、膝止めて打ってたらですね、安田晴夫さんが来て、お前よかったら、フットワーク使えよ。お前膝止まったらお前ダメだぞ。で、それはまあまあ、あ、そうだなと思ってですね、膝止めた方が逆にぎこちなくなっちゃって、膝をこう動かしていけば、あ、なるほどなっていうのがあって。で、丸山茂樹さんは、お前さ、これ、インサイドアウトに打てば、そうするとこう、懐できて、こう、抜け道に出てくるよ。ああ、なるほど、そういうのもあるなぁ。と、今度、羽川豊さん、よかった、お前。大根切れだよ、大根切り。ああ、めちゃくちゃカットか。で、これは結構ハマったんですよ。これ結構ハマって、やばい時はすごいカット打ちっていうのをやったんですね。でも、根本は治ってなかったんです。で、尾崎立夫さんはアプローチプス持ちなんですよね。で、結構、立夫さんは優しい方なんで、よかった。
俺はな、4番やんで、もう前に、ランニングアプローチで前に進まない時にあったよ、みたいな感じで。もう全然前に進んでいかないんだよ、球が。もう、着々して。もう、7番通り越して4番になったよ。お前、精神的な問題だぞ、あれは。もう、イーライだけで練習しろ。って言って、イーライばっかりで練習したんですね。そしたら、片山慎吾が寄ってきて、先輩、そんなイーライばっかで練習してからダメなんですよ、と言われて。まあ、確かに。片山のすごいところはですね、バンカーで、半目玉にこう、ちょっとボール埋めるんですよ。ほんで、そっから、クリーンに、バッチバチ打つんですよ。これはもう、同業者としては、神ですね。あれ、できる、プロいないと思いますよ。今度、コラボでちょっとやってもらおうと思いますけど、まあ、慎吾のハーフ目玉からのアプローチ、これはもう神ですね。で、まあ、立尾さんはそれ以来だと。まあ、それもよくわかるんですけどね。やっぱ、コーセクと以来ばっかじゃないんですよね。で、ジャンボさん。ジャンボさんは、もう多分ここに切り株があると思って、ショートバックスイングでパチンとって、緩むからダフるんだから。あ、なるほど。そうですね。って言って、これやりました。で、まあそれも、まあやりました。中島さん、大きく上げて、緩ませろと。そうするとヘッドがトーンで出ると。真逆じゃないですか。で、奥田さん。奥田さんは、よかった。こう目隠しして打てと。ボールに意識があるからダメなんだよ。ということで、なんかこういうノートみたいのをあれして、こうやって目隠しして、ボールの意識をなくせる。なるほど。で、あるプロは、ボールのディンプルもこの何個目からこうやって入れた方がいいですよ。っていう風に、あれされてる。なるほど。あとはもうパターみたいにノーコックで打てば、ダフったって、バウンスが滑るじゃないですか。で、あるプロは、いや、コック入れて、ボールに目がけて、パチンと打ってかないや。ダフルに決まってんじゃん。はぁ、あ。どれももう、どれも正解なんですよね。で、結局僕が一番治ったのは、アプローチダフりやすくなると、球右足に置きたくなるんですね。右足に置いて、右足に置くもんだから、ロフトの立ってるウェッジが嫌なんですね。なんでロフトが60度、61度、だんだん62度のウェッジを使って、右足を置いてハンドバーサーして、こうやって打っていくような感じ。で、やってたんです。して、ある時ですね、なんか、それでもこう、なんていうんですかね、まあ、うまくいかなかった。で、あれは中日クラウンズのアプローチグリーンで、ちょうど片山慎吾が練習したんですよね。だからもう、こう、すごい払い打ちなんだけど、僕みたいにこう一生懸命、こう、鋭角に入れようとしてないんですね。もう、すっごい腹打ち、ポーンって打つんだけど、球がキャーって火が出て、キャッキャッ。ああ、いうアプローチしたいなーと思って慎吾のアプローチ見せたんですね。で、まあ、慎吾はいいよね。なんであんな腹って打ってんのに球がピャッて低く出てさ、もうなんか簡単そうに打つのって言ったら、いや、それはだってロフト立ってますもんって言って57度のウェッジを使ってたんですね。で、当時、ジェイズのウェッジ全盛期で、みんなやっぱり60度のウェッジなんですね。だから57度っていうのはかなりロフトに立ってる方のウェッジです。で、TN87 っていう、中島恒樹さんの名機が出た頃、だから87年ぐらいは、中島サンドっていう、中島さんが使ってたウェッジが、めちゃくちゃ爆発的に売れた時期があるんですね。あの頃のロフトって55度なん、55か56度なんですよ。ウィルソンの JP2 カスタムっていうんですかね、が55度か56度。で昔のウィルソンのダイナパーとかも55度なんですよね。だから、なんとなくジャンボさんの活躍によってみんなが60度使うようになってきた。そこで、その片山が57度っていうウェッジです。だから当然ね、払って打ったって球低く出ますよ。って言われて、別に。あ、そう、もうそれはそうだよな。なんか、みたいな。なんか、はい、みたいな。これ打ってみてくださいよ。って。で、それを、あれ、クリーブランドの57度でしたかね。ポーンって言ったらめちゃくちゃ簡単なんですよね。だけど一番やりたくない打ち方なんですよ。ロフトの立ったウェッジでこうスクエッチみたいにしていかなきゃいけないから、
球が57だから上がらないわけですよ、60に比べて。そうするとボールを右足に置くんじゃなくて、左足に置いて、ちょっと救い打ちじゃないんだけど、ヘッドを出していかなきゃいけない。でも、そっちの方が簡単なんですよ。でも、最もやりたくない打ち方なんですよ。ヘッドを出すって。ダフっちゃいそうじゃないですか。こうやって、こうやって打った方が、やっぱダフんないですからね。だから、それはなんか、まあそうだけど、でも優しい。じゃあちょっと使ってみようかなと思って、その左に置いて、そのロフト立ったやつでこうやったら、なんかちょっとヘッドが動き出してきたんですよ。でよくよく考えたらですね、やっぱロフトのネタので右足に置いたらヘッドが出ないわけですよ。ヘッド出さない練習してるようなもんです。だからゴルフっていうのは恐ろしいもので、例えば、まあちょっとわかりやすければ、スライスでどうしようもなく悩んでる人がフックのフェースを使ってクラブによってあれしたら、いつまで経ってもその元は治んないわけですよね。だから付け焼き刃的なものと根本的な治すものっていうのは、こう全く逆のことをすると根本が治ったりするんですよ。だから、ゴルフってね、例えば僕も昔、そういろんなこう波みたいなのありますけど、やっぱりダメな時はこう反対のことをするっていうのは一つの方法ではあるんですね。で、まあ、そのウェッジに変えた。そしたらヘッドが動き出した。これでだいぶ良くなったんですよね。だから、なんでね、こう、その、やっぱり、とっても、こう、クラブを、直すと言いますかね。それは非常に、こう、スイングを根底から直す意味で、僕はそういうやり方が大好きなんですね。人間というかプレイヤー、プロだってアマチュアだって、そのクラブに対して動きが覚えていくんで、すり込み、クラブがどういう動きしたいか。だから僕は前々からクラブがすごい大事だっていうのは、まあ、この辺なんですけれど、まあ結局、まだですね、アプローチイップスがもう 100% 治ったわけじゃないんですけれども、でもかなりその、シンゴンに教えてくれた、57度、ちょっと、で、今56度のウェッジを使ってるんですけれど、やっぱそれによってヘッドがリリースができるんですね。なんで僕ドライバーもそうなんですけど、ドライバーもロフトネタドライバー使ってると、だんだんこうヘッドが出なくなってきちゃう。だから、ちょっと立ち見のドライバーでヘッドを出すように、僕はこれが結構一つのバロメーターです。インパクトでヘッドが自分を通り過ぎていくようなものが遅れてきて、ヘッドがこうなってくると僕は調子悪くなってます。これはグリップがこういう昔ながらのっていうかね、こういうタイプのグリップの人はリリースが早いんです。まあ今度詳しく説明します。今度フックグリップ系っていうのはリリースが遅くてもいいんですね。ですので、まあ、非常に僕みたいなこういうグリップのタイプ、リリースの早いゴルファーのタイプっていうのは、ロフトを、ネタウェッジを使っちゃいけないんですね。っていうのが、分かって、まあ、いろんなプロに教わりましたが、やっぱりそれを噛み砕いて、まあ、行くのは自分なんで、まあ、そういう、なんて言いますかね、ゴルフの奥深さといいますか、いろんな理論が、方法がありますけれども、それをこう、それぞれ、ピックアップするっていうのはご自分のスキルになりますので、ぜひ、まあ、いろいろ迷った時は全く真逆のことをやってみるというのも一つの方法だと思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンをポチッと押していただきますと嬉しいです。それではまたよろしくお願いいたします。バイバイ。